はい、どうもこんにちは。初めましての方、初めまして、いつも動画をご覧になっている皆様には今回もお世話になっております。コーヒー好きな実況者のチャイと申します。吉子興味米顔実況ナンバー35をね、やっていきたいと思います。それでは早速やっていきますか。もうね、チャンピオンロード抜けて結構クタクタになってるチャリでございます。はい、なんせね、45分もかかりましたからね。抜けるだけのためにね、ほんと時間かけさせないでくれよと言わんばかりの、まあこんな感じですね。なんていうことだ。モスギさんは今日も元気です。どうもモスです。おや、チャリくん、チョンポチョンピオンチャンピオンチャン、つわもの沿いのチャンポロンオード、違うだろってもう。読み方、チャンポロンオードってなんぞ。キャーン、え、噛むのは健康的な証拠です。よく噛んで喋りましょう。はい、さてそんなわけでバトルしようぜ。バトルと、チャリくんの心の声が聞こえたのでバトルしましょう。なんでさ、いきなりモスギストバトルって、もう。そしてね、モスギスも何気にイケメンっていうね。うわー、いきなり嫌なやつ来たよ。もうネクロシアとかやめてくださいよ。しかもレベル68ってどんだけ高いの。うわー、これまずいくない。ぶち壊す来たか。これ僕今回まずいですよ。なんでかわすの。おい、ギガスパークは意外と外してくれますね。よいしょ、サイコカッター、あれか。よしよしよし、いいでしょう。もうね、こういう戦法でやっていくしかないんですよ本当に。あー、35で四天王行きたかったけどちょっと無理かな。うん、言うて、まあレベルアップしなきゃいけないからいいか。どうせ36とか。え、なんで外す。光の粉でも持ってんのか。はい、うん、なんでだろう。光の粉でも持ってんのかな。なんで外したんだ。うおいおいおい、危ないな。急所とか、いやマジでやめてよ。急所とかもうちょっとほんと当たるな。ぶち壊すはハゼを知らない技なのかな。それっぽいですよね。急所に当たらないでよ。よし、当たった当たった。よっしゃー、うおー、これでいけるか。あ、いけました。よし、オーケー。でファーマインもレベルアップと。どうもモスレスのモスギス。なんだこの、どうもモスレスのモスギスっておかしいだろもう。もう突っ込んだら負けってことですね、これは。うん、そういうフラグなんでしょうね。ヘルガーそんなんでもないか。なんかヘルガーになっていきなりレベルが低くなったって。まあ、多分ネクロシアがガチのやつな、本気のやつだったんでしょうね。まあ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 、でゴリチも66になりまして、バンギラスか。これはこのまま行きましょう。あー、確か、まあ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 。え、ちょっと待って、なんでいきなり、いきなり、ちょっとちょっと、そんなんだったっけ。まあいいでしょう。香り割りで、瓦割りで一気に倒せれば問題ない。4倍だからいけるでしょ。いけた、よし、いいですね。よっしゃ、
どうも、モスレスのバフォットを繰り出し、バフォットも、はい、やりましたか。砂嵐が吹き荒れる、降り中を襲う、瓦割り、これいけるかな、ありえるんじゃないですかね。いけるよね。うん、ディザーソウル、あの時出してきたやつか。アクタイプか。あ、じゃあいいや。これな、もうゴリ中でいけるな。結構アクタイプ多いんだな。そっか、モスギスってアクタイプ使うか。なるほどね、なるほどね、アクタイプ使いか。はいはいはい。ゴリチュウだけで違いますね。いやー、ゴリチュウ連れてきてよかった。うん、敗北しました。合併、ガッピョン、ガッピョン、おー、ガッピョン、ガッピョン、ガッピョン、イエス、イエス、ガッピョン。さすがジャイ君、強いです。応援してんの、の、モスギスさんも認める。驚きの強さ。モスギス四天王だったんだか。なるほどね。よろしい、ならばピャンピョンリーグで天下を取ってきてください。チャンピオンじゃないというね。また噛みました。あ、そうそう、気をつけてください。リーグの内の売り物はものすごく高い、ぼったくりです。あ、私もリーグ関係者でした。これはうっかり。それではチャリ君の戦いぶり期待しています。あともう一つ、ここのチャンピオンはチャリ君もよく知っているお方です。はい、本当に。それはではどうも、モスでした。え、僕も知っているところだ。一回会ったことある人ってことですかね。そして BGM が変わったよ。尺道寺マット。さあ、ついにですね、ついに来ちゃいましたよ、チャンピオンロードへ。はい、まずはね、回復させましょうか。いやー、ついに来ちゃったね。まあ言うてすぐには入れませんけどね。なんせレベルアップさせなきゃいけないですからね。まあ、まずは手持ちのポケモンを入れまして、62じゃちょうど不足だもんな。うん、よいしょ。で、まあフロリアのレベルアップカーですかね、まずは。はい、もう違う、リーフィスがもね、まさかの一番上のレベルになっちゃったっていうね、そういう事態が起きちゃいまして。違う、全く操作ミスが目立つ。力押しだけじゃダメなのか。ああ、もう初めから全力、戦略の根柱、クソ。へい、バチをやっそれたこの俺でさえ四天王に歯が立たないなんて、強さには自信があったんだけどな。現金一生やチャンピオンを目指すチャーリー、ついにここまで来たんだな。四天王強さは未知だ。アドバイスはできないが、応援ならできる。頑張れ。あとこれだけは言っておく。バドの準備はしっかりとな。じゃあ、決まってこう。まあ、こんな感じの応援でね。はい。まあ、道具だけ買っていきますか。大したもん売ってないな。そして、相変わらずの元気のかけらのなさである。でも、お金はあるから、まあ、いいですね。で、回復アイテムはチャンピオンと準備できた。この先は四天王と続けてバトルすることになるから、アイテムがないと辛いわよ。まあ辛いわよってわけでね。元気のかけらないかな、本当に。だから、どうすかな。まあこのパートはね、ここで終わりにしましょうかね。前
前回と違ってもう短いパートになりましたが、まあ、次回からね、いよいよ四天王戦にね挑んでいきたいと思います。それではね、見てくださった方ありがとうございます。次回からね本格的にバトルに なりますよ。はい、それでは今回はねここで終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ですね、まあ終わりとは言ったんですけどまあさすがに短すぎるってこともあるんでね、まあこのねベガの主人公と見えるポケモンであるネメアを捕獲しようかと思います。それでは早速やっていきますか。まあこんな感じのやつですね。どんな感じかな。まあ今のメンバーはねこんな感じなんですけど、一撃でやられたらちょっとまずいんだよな。ネメアって攻撃が強いのか防御が強いのかっていうのがはっきり言って分かりませんからね。だからまあゴリチュウのバレーパンとかで手堅くダメージ与えつつ、まあ、捕獲しようかと思います。さあこの BGM なんだろう、不吉な感じの BGM だな。さあネメアが現れて、まあとりあえず最初は麻痺させましょうか。ワイルドボルトとかでやったら絶対やられそうな。おお金属音、これはまずいんじゃない。ガクッと下がったか。バレパンいきますか。どんくらいダメージ入るかな。あ、そんなんでもないか。今一つか。ねえこれ、おっとっと、ミラーショットか。あー、こういう技でしたね確か。バレパンはダメか。ってことは鋼タイプの可能性あるかな。これ鋼タイプか。フロリア行きますか。じゃあここであえてな、おしよし。で凍える風いけばまあダメージはそんなに多くなくて済むんじゃないかな。ですよね。よし OK。 で素早さを手堅く下げると、おいいねいいね、結構いいんじゃない。よいしょ。さあ行きましょうか。何でいけばいいかな。もう一回ゴリチ行くか。バレパン行きますか。もう一回急所に当たんないでよ。お、結構動かないね。いいですね。これはあっさり捕まえられるか。よし。お、そうだ、海岸の鈴持っているんだった。え、そんな動けないの、マジですごくない。逆にすごいですよそれ。ハイパーボール129個あるとこで大チャンスですねこれは。さあ捕まるかな。一発はさすがに無理でしょう。ですよね。うん、わかります。アイアンヘッドか。おっと、結構効くな。攻撃高いのかな。あと攻撃高いっていうイメージはありますね、見た目からにして。お、あ、ダメだよね。さあどんくらい、まあ命中率は下げられても問題ないですね。捕まえるだけなんですあのね、あとはね、やっぱ伝説だからね結構捕まえにくいんじゃないかな。まあそうですよね。アイアンヘッドは先行できないと相手をひるませることできないから、まあそんなに見ないですね、ダメージが入るっていう以外は。ダメか、さっき結構捕まりそうだったんだけどな。どうすかな。鋼技が効きづらいやつに後で入れ、ちょっとゴリチュウがピンチになったら入れ替えときますか。おお、あーダメか。ちょっとまずくなってきたか。やばいですね、金属音はちょっとまずいですよ。あんまやってほしくない技ですね。ダメか。
おっと、まだいけるか。いきますね。はい。とりあえず瀕死にはしておきたくないですね、あんまり。うー、ダメだ。これ結構時間かかるフラグじゃないですかね。さっきから動くな。ようやるわ。あれだけ5ターンぐらい動けないとか言っておきながらさ、まったく。まあファーマインなら鋼技全然受けませんからね。4ぐらい、4とか。伝説のポケモンとは思えないほどのダメージの入りだな、これ。これ捕まるかな？結構やばいかな？悪あがきだけにはなってほしくないな。ちょっと倍速いきますか、ここから。うー、ダメだ。しばらくはこうなるかと思いますね。なぜ、ネメアですよ。伝説のネメアですよ。何ターンかかるのやら。お、ダメですね。あー、無理無理。これすげえやばいですよ。もう10個近く使ってるじゃないですか。無理無理無理。やばいよ。ピピ切らんでほしくな。それにしても残り1つの技って何でしょうかね。3つしか技使ってない気がするんですけどね。ダメだ。自爆とかじゃなければいいけど、さすがに違うよね。自爆とかじゃないよね、さすがに。んー、違う。ミラーショットとアイアンヘッドと金属音しか使ってこないな。お、噛み砕くか。まあ、おっと、これはちょっと痛いかな。防御下げないのはちょっと痛いな。うー、さっきは噛み砕くばっかりやな。まもなく40個ですね。もう40個使ったかな。うん、使ってますね。やばいやん。お、うわあ。これね、思ったんですよ。一回ね、別のボール使えばいいんじゃないですかね。マサボリ以外だよ。行くか。おっと、さすがにそれはなかった。無理ですね。言うてこれで捕まったら面白い。おおほほほ。スーパーポール消費中っていうね。うー、無理です。ダメだ。おっと、来たか。まさかのスーパーボールで捕獲って。まさかのですよ。いやまさかのハイパーじゃなくてスーパーボールでの捕獲ですよ。まあ一発、リセットなく捕獲できたのは、うん、良かったです。はいはい、預けましょう。よしよし、あさり出ちゃったよ。もう出るの早いね。はい、まあチャンピオンロードに戻りましょうか。チャンピオンロードじゃない、ポケモンリングだ。尺道島ですよ。まあね、結構レベルアップはしてきました。まあ大体みんな70ちょいぐらいになったらポケモンリーグに挑もうかと思っております。ふう、じゃあちょっとね、まあネメアのデータを見て終わりにしようかと思います。うん、こいつですね。
慎重な性格、ポケモン上で出会った。攻撃やっぱ高いですね。防御系も結構ある感じですかね。まあそういう感じのポケモンですね。技はこんな感じですね。鋼タイプばっかだな。技が鋼だけなんだ。純粋な鋼タイプなんですね、こいつが。鋼タイプって結構鋼プラスなんちゃらっていうポケモンばっかりですからね。こういうのも珍しいんじゃないですかね。まあ無事に捕獲しましたということで終わりますか。はい、一旦出るか。よし、じゃあ2度目ですが、今度こそパート35をね終わりにしたいと思います。ではついに四天王です。ご視聴ありがとうございました。